もし生きているならば会わねばならない。ジャギから生存を聞かされた二人の兄のうちの一人、暗殺権である北斗神拳を医学に生かそうとした男、北斗神拳伝承者ケンシロウが最も尊敬する男、もし生きているならば会わねばならない。ケンシロウはジャギの町を離れ再び旅に出る。一子相伝の伝承者として伝承者争いの決着をつけるために、そして病に苦しむ何百何千もの人々を救いたいという、その男の夢を間近で見るために。その男の名はトキと言った。私は北斗神拳を医学の一つとして生かしたいのだ。俺は会わねばならん。特にトキ、あなたには。第5話、乱を呼ぶ星。立ちはだかる敵にはこの剣で応えるのみ。奇跡の村を知ってるかい？触れるだけで病を治しちまう救世主がいたって話さ。触れるだけで？やはり生きていたのか、トキ。あれはトキのデクガリ隊。おい、ウジ虫野郎ど、俺と勝負してみねえか。やっちまえ。
あの間抜け面。攻撃も届くまい。
取ってみ。様のデクにしてやろう。いや、こっからが本番よ。やろう、ここでくたばりやがれ。やろう、ここでくたばりやがれ。死ななきゃ分かるんだ。おわいやっこっからが本番よ。Thank you.
トキ様の命令だ。貴様もデクにしてやるぜ。
言うはず。
させてやろう。こっからが本番よ。墓標のない墓を増やすつもり。
ケンシロウ、暴力はいいぞ。なぜ？ジンから救ってやったことがあったな。俺はお前の師であり命の恩人だ。お前は俺に手出しできるなあ。そうだろ、ケンシロウよ。これが北斗の定めか。ジャギだけでなく、もう一人の兄までも殺さねばならぬのか。その男はトキではない。その男の名はアミバ。かつて俺と同じ南都政権を学んだ男だ。アミバ、他の男は騙せても俺の目はごまかされんぞ。顔まで変えてトキになりすますとはな。ここに霊が現れるとはな。お前の言う通り、俺はアミバだ。
頭伝承者をお前の時の偽神剣で倒せるものか。北斗三回剣を生き抜いてきた剣だ。